当、はい、そうかそうか、あのせっかく会えたんで、娘さん帰ってきたら娘さんにあげてこれ、はい、あの会いに来てくれてありがとう。あのなんか見てくれてんの、そのあの YouTube とか。YouTube も見てますし、うんうんうん、あの、なんかブレッシングなんです。あ、そう。彼全部撮ってくれてますから。見てます。うん、大丈夫、あの励まされてる。はい、そうです。OK、よかった。結構過激的なこと言いますから。はい、そうでもない。私は、まあ、全然なんか、まあ、そんなひげ立ってないから。いやいや、まあでも、あの、あなたの心にすんなり入んならそれで嬉しいです。そうです。神様、東本さんに会えて感謝します。いろんな闇の中から、まさにあのベテスタの池の中で38年間病の床に伏せった彼を、お前治りたいか、イエス様は一声で、起きて床を畳んで歩けと言ったら、その瞬間に癒されました。神様、あなた癒し主です。彼女があなたを迎え入れることができて、魂の救いを体験し、闇に光が与えられたことを感謝します。どうぞこれからの彼女の歩みをあなたが支え導き続けてください。お嬢さんもイエス様に出会えてありがとうございます。そこに光が与えられる体験もしますから、多くの闇の中にいる人たちに自分が光を体験したように、地の塩、世の光となって主が彼女を尊く用いてくださいますように。今日出会えたことを感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。よかったです。はい、よかったよかった。次な、そこまで支えてあげる。せっかくだから ね、体験したっていうのがいいかな、はい、OK、あ、本当だ、ね、うん、そこまで、はい、そのファミリーマートの前まででいいの。いや、すごい重たいですね。そうでしょ、はい、OK、ここまででいい、はい、一歩でもね、やったから、はい、ありがとうございます。そうだよ、そういう人いるよね。あの時間はないけど、あ、会いたいっていうね、一言頑張ってくださいと言いたいとかね、そういう人もいるから、まあ、ここはあの来てくださいと僕たちが言うんじゃなくて、歩いてますよというのを連絡したら、まあ、YouTube や、さっき彼女はフライデーナイト YouTube、 また娘さんが、僕が言った藤田君ってバイカーのお母さんの葬儀を俺やったけど、そのお母さんと彼が昔行ってたそこの教会に俺を招いてくださいって牧師の娘に言って、で去年それが可能になって、でそこに彼女の娘さんが、救われて1年の娘さんがあのいて、メッセージを聞いて、その教会の映像をお母さんに送って、その映像を見てお母さんがフォローするようになったんだよね。ああ、 YouTube 見たりブログ見たり、だからね、映像やブログの良さはそういうふうに聞いた人が、会ってないけど見れて、あの続けて話聞けるっていうね、うん、だから僕より僕のこと知ってるっていうだからそのネットの世界の良さっていうのはそういうとこだよね。悪いことに使う人もいっぱいいたり、自己満足のために使う人もいたり、自分アピールのために使う人がいたり、でもイエスの栄光のために使うっていうことは大切だよね。だからあの電波が、見えない電波がこの空を行き交っているように、福音のメッセージは電波を通して、その電波でさえ神がなければ成り立たないわけだから、うん、こんにちは、どうも、すぐ出てきます。やったー、やったー。Good to see you. どこで、松原の聖書教会で、お、はい、
Yes! 分かってます。一緒に話したもんね。はい、その後食事も一緒にしていただいて。してうん、で、どっかのところで集まって話したもんね。はい、そうなんもうあなたが松原で燃えている女だって言いました。はい、いやーよかった。今日この辺に住んでんの？いや松原なんですけど、お挨拶来たんだ。地元が、うん、私和歌山なんですよ。うんうんうん、で昨日の朝、うん、インスタパッと開いたら朝先生の、うん、が出て、あ奇襲の思ってたのに明日やったと思ってもう慌てて来ました。さすが絶対やばねえかと思って。これも一つあるけど輪っかつけたらまたこれはこれで使えるからあげるんですか。あなた白は一つしかなかったの。いや、もうね、だから皆さんにいや私もとにかく会ってくるからって、うん、私もね、やっぱ言葉を実践するさんが今日ここに参加して見送ってくれてありがとうございます。彼女もイエス様に捕らえられて、そしてイエス様が大好きでイエス様のために何かしたいという思いに満ち溢れてます。どうぞ彼女に与えられているあなたのギフトがますます彼女を通して表され、彼女だからこそ伝わる人たちがいます。彼女だからこそ心開いてもらいます。どうぞ彼女らしくその愛を表現してみても、背伸びするなんて愛を持ってできるように導いてください。ジーズスの方をします。じゃあこっちは行こう。はい、嬉しい。この前の淡路島の5日間で5人の人がイエスを信じて住んでいる。ねえ、うん、橋越えたところまで見たら、はい、せっかく来たから、はい、担いだっていう経験、うん、体験を残して、私またアーサー旋風を。よかったね、はい、うん、もうあなたにはギフト賜物あるから、本当神様のために用いてるから。また会おう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大阪から来た時ね、来る人は来るね。まあ、その瞬発力、決断力、行動力、全世界に出ていくっていうね。今娘のウェアを着ているボーイフレンドのガールフレンドがボーイフレンドに頼まれて写真撮りに来ました。ああ、本当、あ、いらっしゃったんですか。うん、おお、すごい。一人なんかこの辺に住んでらっしゃる。すごい。自分のあれに載せますか。おお。気持ちいいね。この一人旅もいいんで、ジーズ一人じゃないからジーズが一緒にいるし、うん、なんかね、感無量になるんだよね。あ、もう階段入ってきましたね。階段本当。Hello, hello, hello, hello. やっと会いました。よかった。6時から待ってたんですけど。あ、ほんま。あれ変わったんですよね。場所がね、一方通行で、そこ歩けなかったんで、急遽、こっち側から歩いた方がええということで。あ、どうも。こんにちは。あ、もう、先生さん、どうもすいません。ここでパークしちゃって、すいません。いえいえいえ。すいません。また一緒に一枚撮ってもらってもいいですか。はい、もちろん。すいません。社長さんと、はい、うん、はい、すいません、案外不良牧師で検索したらいろいろ情報出てきました。そうですか。アメリカ大陸とかキューバとかいろんなところを歩いてるので、すごい、ね、はい、もうアメリカ横断4000キロやったり、日本はもう4回縦断、端から端まで、はい、十字架担いで、はい、もう私こそウーバーチャペルみたいな感じで。じゃあ、バンちゃん、ちょっと十字架持ってきて、せっかく社長さんにも会ったから、プレゼントしとくよ。うんうん、いやいや、もう記念として。すいません、ありがとうございます。じゃあ、あなたたちに。嬉しい。プレゼント。こちらこそ。ジェリコジャパンとかずっと出たんですよ。ありがとうございます。先生、生アーサー先生に会うの、甲子園ミッション以来なんですよ。お互い年取ったね。そうね。すいません。ありがとうございました。もうちょっと行きますね。はい、ありがとうございます。もうぜひね、先生のお会いしたくて。
今日は6時からうろうろ。じゃあ YouTube とか見てくれてるの？はい、見てます。 Good morning! Have a good day! ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。いつ和歌山に来られるんやん、ずっと何年も前から待ってた。紀伊半島は2ヶ月ぐらい前、勝浦の手前まで歩いた。伊勢神宮か、通過からの、ね、うん、で今回は本当はイスラエルに行って、イスラエル中断し合わせだったんだけど、戦争起きちゃったから、じゃあこの間どうしようってことで淡路島歩こうってね、バングラが引いてくれたんで、淡路島一周して、150キロだから、ね、もうちょっと歩きたいってことで今回210キロ歩いて、だからあなたに会えたんだよ、イスラエルに。ね、あなたのために今日ここに歩かされた。はい、ありがとうございます。よかった。神様、どうぞこの2人の姉妹のこれからの歩みをあなたが支え、そして彼女たちができるあなたと共に福音を、またこのキリストの香りを放つ働きをあなたが祝福して導いてあげてください。今日出会えたことを感謝します。ジーザスの名前をします。エメン。ありがとうございます。写真撮る？写真撮る。じゃあ十字架と共に撮った方がいいですね。はい。ほんでさ、一人5歩10歩でもいいから、はい、せっかくここまで来たら、俺支えてるから、はい、ちょっと代わりバンコで歩いて、歩いたっていう、はい、どうしたらいいですか？こっちが行ったらいい。ここをいいよ、俺が支えてたし、ここをいい、はい、感じで歩いてる。すごい。うわ、こんなことできたなんて思ってもみなかった。また映像見てる。恥ずかしい。すごい。こうやってやっぱり体験すると違うでしょ。はい、全然違う。まあ、一緒に担いだイエス様、十字架とチャウドのイエス様も、私たちの主人様も担いでくれたんだと思って。はい。次の姉妹、はい、おいで。はい、次のあそこの右に曲がるところまで、はい、そのまあ、イエス様との十字架の重さは違っても、イエス様は十字架担いでくれた僕たちの姿を、なりますまで。はい。おお。中先生に会いに来ました。あ、本当。はい。汚れに会いに来なかったんだな。あのね。嘘だ。冗談だよ。違う。アンサー先生はって聞いたら、アンサー先生が、あのアンサーはね、どこどこ行ってるよって、なんかその時に遠くに行かれてたから。電動の旅に行ってたんですよ。で、僕は電動車だからいつも飛び回ってるので、そう、だからいなくてすごい残念でした。あ、すいませんでした。ほら、会えたじゃん、今日。そうですね、だから願いは叶えられた。はい、あなたの願いを成就したために聖霊は俺をここに使わした。アーメン。ね、その通り。じゃあここの電信柱の間でしよう。はい、ね、ここで回転したから。はい、わー、嬉しい。サンキューバリーマッチ。ありがとうございます。気をつけてね。はい、また会おう。先生もありがとうございます。来たるイエスの礼拝しの、ハローハロー、グッドシュー、グッドシュー。この辺に住んでんの？いや、岩出市です。おんで、なんか、はい、SNS かなんかで見た？そう、もうずっと見てて。ああ、本当。父親も大好きで、うん、おう、そう、今回ね、歩くって あげてくれてたんで、おう、もうずっと会いたいで、ずっと。ありがとうございます。いや、もうあなたの念願を叶えるために、はい、俺ここ歩かされてたんだね。すごい。イスラエル行くより、あなたのために。いやー、すごい。ちょっと待ってね。YouTube。 じゃあもうお父さんも見てくれてんだ。お父さん見て、今デイサービス行ってます。本当。
ゃあ、あなたにね、写真撮る。写真撮る。じゃあ、あの YouTube 司会者撮ってある。じゃあ、あの案外この辺り歩いて越していったんだ、俺たちを。ここに泊まるために。ここに、いやもうずっとぐるぐる探して。回ってたんだ。そう、でもうここだと。OK、OK。歩いてた。OK。はい。はい。映像でも撮りますね。あ、これすごい。うわ、その鉄棒のところまで。あ、そこまでいいですか。せっかくだから、歩いたって言えるじゃん、これは。イエイ。神様、どうぞ姉妹とお父さんをあなたが励まし、また家族を祝福して導いてください。今日出会えたことを感謝します。イエス様が彼女の、また周りの人の信仰を励まし、力づけ、イエス様の栄光が彼らを通して表されますように。今日出会えたことを感謝し、ジーザスの名によってお願いします。アーメン。ありがとう。サンキュー。